コツカーダンダラヨンスタジオのアナベルです。はい、今回も前回に引き続き、ぼっちでねコツカーやっていくんですけれど、前回のファダタスに引き続き花コール北の極寒炭の、降臨モンスターガイザラシを今回は使っていきたいと思います。はい、獣型のねバランス型で重力バリアとブロックに対応、転送壁にも対応しているという感じで、前回のが一応パワー型だったんですけど、こっちバランス型ということでね、なんかパッと見こっちの方がなんかパワー型っぽい見た目してるんですけども、それがねどういう風に仕事してくれるのか見ていきたいと思います。いきましょう。ここでこのキャラ使えるじゃん。というわけで、まずやってきたのが、雷軍の究極と。まあね、このクエストとかで手にある雷軍がですね、ビオルドの適性になってたりとかして、そのビオルドがまたいろんなね、攻術とかの適性になってるんで、これで雷軍簡単に取りに逃げるんだったら結構儲けもだなっていう印象があるんでね、やっていってみたいと思います。で、今回、その敵がサソリの敵がいるんで、まあ、貫通ホーミングを持っているカルマと、あとは毒勇者があるオプを連れてきました。コミキュラとかもどっかで出てくるんじゃないかなと思って、一応警戒でね、全部出してきたのと、毒メテオなんてどこに当たるかわからないっていうね。こういう弱点もあったりして。ラウンドフラッシュなんで、できればね、真ん中に置いてっていうのやりたいんですけど、そんなね、前こと狙ってできないんでね、僕。うん、はいはいはい。よし、これボスに毒飛んでいけば勝ちよ。オーミング系のキャラで固めてもよかったかもしれないな。あ、オミキオいる、やっぱ。ダメージも減っちゃうしね。よし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 。触りに行けなくなりました。あ、貫通タイプにね。これ SS 早いな。オッケーオッケー。いいっすね。見た目の割に割といろいろ起点の効くキャラクターになってるんですね。うん、ラウンドフラッシュの威力もまずまず。はい、よ変わらなかった。普通になんか使いやすいなこいつ。邪魔なやつがいるときは怒り沸騰頭に邪魔し、お邪魔はさせんの邪魔し。いいね。あ、いい編成、いい編成、これすげえ動きやすいよ。やるではないか。久しぶりに楽しめそうだ。
その、雷軍に対しては、直殴りの方が、多分で、火力が出ると思うんですけど、まあ、まずは、周りをしっかり処理して。いいね。頭に邪魔せ、の邪魔はさせんの邪魔せ。ほんと、いいよ。お前様、私の思い聞いてくださいね。いや強い。はい、フィニッシュですね。見事なり。はいはいはい、重力ブロック対応の、反射的属性。まあ結構定番っぽい、ギミック対応しているんですけれど、結構なんか、思った以上に使いやすいな。じゃあもう一個行ってみよう。ここ使う。はい。続いて、超絶の、イダテンに連れてきてみました。では、引き続き参戦です。あ、取っちゃった。おお、つえ。やるやん。の子が残ってるんでね。いいいいいい。このターンはまだ取らなくてもいいかな。一個だけ取れればいいか。怒り沸騰、頭に来たもせ。不意の邪魔はさせんの邪魔せ。いや、このエースでーなー。俺2ターンに1回打てんだ。これで調子しつつ、で、取っておしまいだ。はい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 。クエストのコンセプトがね、結構注意点があったりするような感じなんですけども、まあ、それ守ってれば全然大丈夫だね。よし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 。でも取りに行けるし、オーケーオーケーオーケー。あー、そこ取りたくねえなー。でも取っちゃうわ、これしょうがねえなこれ、SS のこの瞬間でやれね。ああラウンドフラッシュ。結構余裕ありますね。ああ、一個割っときたかった。ああ、やれたやれた。あ、すごい。トリコ取りたいな。怒り沸騰、頭に来たもせ。邪魔はさせんの邪魔せ。うわあ、つえ。
で、これで取りに行って。ダメだよね。キラーもらってっけど。いやー、弱点にぶち込まれるこのラウンドフラッシュの威力ね。楽しいな。超強ラウンドフラッシュだもんな。そっか、強えな、そりゃ。はいはい。よし、下は取らない。オッケー、ナイス。で、ここで、これ取りつつ。ちょっとだけ当たった。いいね、いいね。あともカンカンで。あ、倒せなかったけど、まあよし、よしよしよ。できればあれ取りに行きたいな。取れねえか。ナイス。取れました。あ、ラストゲージ。もうぶち込んじゃおう。怒り沸騰、頭に来たもし。俺の邪魔はさせんな、邪魔せ。いいね。これも打って暴れよう。スピーター出てるしね。今倒すのないで。で、張り付きます。あ、ハッチが回復しちゃってる。あ、何気にまずい。何気にまずい。おー、危ねえ。いい感じのダメージは入ってんだけど、あの、このカッチンのせいで押し切れない。まあそれとちょっとまずいよね。あ、オッケー。危ねえ危ねえっていう感じで、イダテンもゲットという感じでございます。うん、まあ、やはりあのバランス型ということで、あの前回紹介したファダダスに比べても機動力もありますし、激種変化エッセンスが8ターンで打てて、その激種変化 の追撃もそこそこの威力があって、で長距離ラウンドフレアでしょ。ね、まあ長距離ラウンドフレアなんで、なるべくこの画面の真ん中の方にいないと、あの攻撃範囲はかなり調整が難しい友情コンボにはなっているんですけれども、まあギミックも比較的使いやすい感じのセットになってますし、ね、あと他、多分このクエスト以外にも、まあ行こうと思えば、あとは、メメントモリ、まあ地雷持ちが必要になるけど、メメントモリだったりとか、あとはエスカトロジーとかの適性ももらっているはずなんでね、まあ比較的、今回のダンの、キャラの中では使いやすい方になるんじゃないかなというふうに感じました。はい。そうですね。まあこれまでその重力バリアと、ブロック対応しているキャラクターで言えば、あとはその、ジョジョコラボの時で言えば、ラングラングラーとかかな、同じような、ギミックを持っていたと思うんで、そ
それと組み合わせてね、なんかコラボ系のクエストでも、使い道がいずれあるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、今回は、ガイタラシのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。